お疲れ様でございます。山本豪の1分スピーチをここでオリンピックの前で失礼いたします。少し私が黒い棒のようになっておりますが、もう少し明るい服で来ればよかったかもしれませんね。オリンピックのこの昨今ですね、オリンピック大臣がまたあれですね、注目されてしまってますけれども、なんか、なんですかね、上げ足取ってるんですよね、批判のされ方が。で、それを上げ足をこう必死にこうなんか鬼の首取ったようにこうね、雰囲気作ってるのが野党であると。これでいいのかと。今大事なこの予算案、補正が通ったんですかね、補正で次が本予算で、予算というのは私どもの新年度の生活がかかったものでございましてね、この予算を審議するのに先駆けて上げ足を取っているようではね、国会がこれだとちょっと未来が思いやられるわけでございまして、山本豪雨はまだまだ時間はかかりますが、まずはこの荒川から皆様へ恩返しをしていくわけでございます。この寒さで舌が回らないのを回していく、回らないのを回す、油で脂肪を取ってしっかりと皆様に声を届ける、そして声の中身が大事でございます。私はスポーツ予防医療で皆様に健康寿命を引き上げていき、そしてその先は別に言うことでもないんですけれども、医療支出をなくしていくわけです。この循環がね、機能していくと日本が世界の最先端になれますね。真似できるんかいなと、そう海外から羨望の的になってまいるわけでございます。日本のこのスポーツ予防医療は我々のこの自転車の一漕ぎ、そして大股での歩行、そして小股でもいいのでジョギングにかかってきているわけでございます。これを週に1回以上やっていく、これを継続して、それをやっている人間を7割以上にする、スポーツ実施率7割、これを近々実現させて、そして5年ずつのこの健康寿命のアップを1歳ずつ刻み込んでいく、これが日本の堂々たる世界への姿を示していきたい、これがオリンピックのきっかけに日本が高らかに世界にアピールすべきことだと思っておりますよ。山本豪雨はスポーツをスポーツで終わらせることなく、スポーツの美しさのその先を我々国民が主人公となる、選手からの橋渡しとしてメッセージとして我々が生き方を、体を動かして頼らず健康に年を重ねるという、このロールモデルをぜひスポーツ選手に担っていただく、ここに予算を割けばいいわけでございます。これが未来への投資、スポーツへの投資でございます。私が形を必ず、実現できるようにね、形にできるように皆様と共につながっていき、継続して頑張ってまいります。山本豪雨でございました。ありがとうございました。皆様気をつけて。